映画「進撃の巨人」でおなじみの水原希子さんは一時期嵐の松本潤さんとも親密な関係にあると噂されていました水原さんと松本さんは2014年1月に放送された「失礼ショコラティエ」で共演していますここでは2人がだんだんと距離を縮め徐々に意識し始める関係になり 濃厚なラブシーンも満載のドラマでしたこのドラマ以前から2人は親交があったようです濃厚なラブシーンを演じるには気心の茂った相手が良いということで松本さんの方から水原さんを指名したという噂もあるそうですしかし人の親密さを証明するものはありませんそれに松本さんは 女優の井上真央さんと交際中と言われていますから、この噂は信憑性がありませんね。今後の2人に注目しましょう。